青柳スバルジュは、大阪府泉大津市出身の元プロ野球選手。宇と右みぎち。賞1年からソフトボールを始め、正午から、庭台大サニーズに所属。誠風中では、千北ボーイズを経て、忠岡ヤングでプレーした。ポジションは、投手と遊撃。大阪桐蔭高校進学後、外野手に転校する。 大阪桐院では2年次の夏から外野手レギュラーとなり、同年出場した夏の選手権大会で優勝を果たした。3年次となった翌春の選抜大会でも4強に進出している。野球部の1学年先輩に、勝木和也、ずや、優や、1学年後輩には、高山祐希がいる。2015年、プロ野球ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズ。 から6巡目指名を受け、11月21日に契約金2500万円、年俸500万円で仮契約した。背番号は57。2018年オフ、オーストラリアンベースボールリーグのキャンベラキャバルリーに、今永翔太、三上智もなり、国吉勇気と共に派遣され、A ビール公式サイトの特集、2018から19。 シーズンで注目すべき若い選手たちで、青柳の名前が挙げられた。しかし、36試合に出場し、打率、155という結果に終わった。入団1年目から4年目まで、毎年2軍において1割後半から2割前半の低打率でシーズンを終えており、1軍公式戦の出場を果たせないまま、2019年10月1日に DNA より、 戦力外通告を受けた。翌日10月2日には現役を引退することを表明した。自身の SNS にてオーストラリアへ留学することを表明した。しかし、新型コロナウイルス感染症流行の影響で未だ実現していない。ありがとうございます。